たぬきさん、今日の晩ご飯はカレーよ。暖かくなってきたし、夏野菜カレーならぬアスパラたっぷり春野菜カレーにしてみたわ。やった、キツネさんの手作りカレー大好きなんだよね。あら、サラダも作ってたのに台所に置き忘れてきちゃったわね。カレーは好きだけどアスパラガスはちょっとね。キツネさんのいないうちにアスパラをそーっと移して、と。ん、今タヌキさん何かしてなかったかしら。へ、何もしてないけど。あら、そう、それならいいんだけど。変なこと言うな、キツネさん。それじゃあいただきます。え、めちゃくちゃアスパラガス増えてるんですけど。こっそり移したのにキツネさん妖術で何かしたでしょ。こっそり移した、一体何のことかしら。いや、何でもないです。でも実は最近、ある組織がこっそり魚を放流したことで物議を醸したわ。やっぱりこのアスパラ、キツネさんが一瞬で増やしたよね。事件が発覚したのは、2024年4月、日本海に面する山形県鶴岡市にて。この場所は、出羽三山、侍ゆかりのシルク、北前船寄港地、3つの日本遺産を有する城下町で、庄内平野、日本海、山々の豊かな四季折々の自然を満喫できる素敵な場所であり、2017年に県内初のご当地サーモン、虹桜の幼魚も育てていたわ。素敵な名前の魚だな。虹桜は、ニジマスとサクラマスを人工的に交配させた養殖用品種で、命名には吉村県知事も出席し、県の新たな特産品として期待されていたものの、なんと飼育を担っていた県水産振興協会が約1000匹を川に放流していたのよ。あ、これはまずいニュースの予感が。同協会によると、放流したのは昨年12月中旬で、あるトラブルが原因で放流に至ったと取材で分かったわ。トラブル。うん、参ったな。このままだと。先輩、一体どうしたんですか？ああ、ちょっと複数の養殖業者から引き取りのキャンセルが出てしまってな。このままだと、ジオの水槽の許容量が限界になってしまうんだ。え、それはまずいじゃないですか。すでにジオは 500g。このまま飼育すれば大きくなってしまうし、大きくなりすぎれば、冬の時期の運搬はさらに困難になる。この場合、どうすればいいんでしょうね。あ、そうだ。川に放流しよう。絶対それ間違った選択肢でしょ。と、キャンセルによって水槽の許容量がパンクして放流に至ったと回答。赤川の支流、小龍寺川に放たれた虹桜たちはそのまま川に流されたわ。うん、一体なんてことを。でも、放流してから4ヶ月も経ってるけど、ちゃんと自己申告したならよかったね。え、自己申告なんかしてないわよ。マジで？昨年12月に放流してから約3ヶ月後。おっしゃー、今日から赤川の釣りが解禁されるぞ。この川って、サクラマスとかアユとか渓流魚もたくさん釣れるし、最高のスポットなんだよなー。お、噂をすれば早速。よっしゃー、サクラマスが釣れ。俺、サクラマスじゃ。ない。まさかのそこで発覚したの？SNS では、2024年3月頃から、サクラマスとは違う見たことない魚が釣れたと報告があり、複数の釣り人から県に問い合わせがあり、確認したところ放流が発覚したわ。地元で養殖業を営む長南さんはその魚を見て。顔が全然違いますね。サクラマスはキリッとしているが、ニジサクラはニジマスのように優しい顔をしている。体型も頭がちょっと小さくて体が寸胴。魚を知ってる釣り人だったらすぐわかる。これ誰も通報しなかったら知らないふりで押し通すやつじゃん。あまりにも不誠実すぎる対応に、ネット上では批判が相次ぐことに。一見ながら側といい、守るべきものを叱るべき団体が破って環境を破壊へと導いている現実、憤りを隠せない。管理する側がこの程度の認識なら、外来種問題なんか改善するわけない。生き物を育てる人は生態系を維持する大切さも知ってほしい。さすがに放流したら問題があるってわからなかったのかな。いや、問題があるのを知ってたからむしろ黙ってたのか。真意はどうか定かじゃないけど、今回の事態を受けて山形県の吉村知事は、虹桜のブランド化を進めていく上で不適切な対応であったと大変残念に思っております、として川で虹桜と疑われる魚を捕まえた場合には再び放流せずに連絡するよう呼びかけているわ。こうなると、せっかく作った県自慢の虹桜もかわいそうだよね。そうね。こうした養殖用品種は、味はもちろん、イメージやブランドも大事で、
虹桜は、桜マスの美しい身の色と虹マスの育てやすさを合わせ持ち、適度に脂が乗った上品な味わいが特徴の素晴らしいブランド魚なんだけど、こうした事件が起きると、いろんな人たちが長年積み上げてきた信用が一気に崩されるようなもの。中南さんも、せっかく美味しい魚なのに、悪いイメージがついてしまい、悔しい気持ちと悲しい気持ちが入り混じっていると語っているわ。関わってきた人も、まさかこうなるとは思ってなかっただろうね。でも、放流って最近になってマイナスイメージが強くなってきた印象があるよね。放流といえば、少し前はポジティブな環境活動だと思われていて、生き物が豊かな川の方がいいというイメージから、それを実現するため、よそから持ってきた魚を放流して、ハリボテの豊かな環境を一時的に作ることが可能だけど、過去動画でも解説しているように、放流の多くは無意味どころか、急激に生き物の数が増えることで餌の奪い合いが発生し、元いた野生個体を減らしたり、病害虫などを持ち込んで、病気を蔓延させる原因になったりと、近年の研究でも悪影響を与えるケースが多いと、深刻な問題になっているわ。これ、昔のままの感覚だと絶対知らずにやっちゃうよね。ええ、近年では、岐阜県長良川近くの釣り堀から、外来種のニジマスが増水で逃げ出したり、三重県伊勢市内では、昔の川の姿を取り戻したいと、地元の有志グループが、川に外来種のニシキゴイを200匹放流したりと、管理の甘さや価値観のアップデートが追いつかず、炎上するケースが相次いでいるわ。話を戻すと、虹桜を放流してしまった山形県水産振興協会は取材に対し、独断で問題ないと判断した。県に意見を求めるべきだった。認識が甘かった。埋却や焼却による殺処分が適切だった。多くの場合はここから回収など誠意ある対応で収まるものの、今回のケース、ごめんなさいでは済まない部分があるのよね。というと？なぜならこの水産振興協会は公益財団法人でもあるからよ。公益財団法人？いやいや、公益財団法人なのにこんなことするとか絶対ダメでしょ。こんな環境破壊してたら地元の人に示しつかないじゃん。その通り、よくわかってるわね、たぬきさん。ところで、公益財団法人って一体何なの？知らなくてそんなに怒ってたの？でもせっかくだから、今回の問題がどれほど深刻なものか理解するために、公益財団法人とは何なのか、わかりやすく紹介していくわ。よろしく、キツネさん。公益財団法人とは、一言で言うと公益事業を行う法人のことで、学問や福祉、文化などの専門知識を生かした社会貢献を目的とした活動であり、例えば、美術館や林業、動物愛護団体など、様々な公益財団法人が存在するわ。ってことは、世のため人のための存在ってこと？ええ、その時点で今回の問題がなかなかやばいものだと気づくんじゃないかしら。公益どころか真逆のことをしているのでは？そういうこと。世間の反応もその部分に対して批判が殺到しているんだけど、公益とつくだけあって自分たちの利益の追求だけでなく、社会に様々ないい影響を与えることを目的に活動する組織でもあり、公益財団法人の設立にはまず一般財団法人を設立後、平成20年に施行された公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、このような認定基準を満たしているか、厳しい公益性の審査にかけられるわ。ひょえー、なんか難しい言葉がたくさん並んでる。公益目的の事業を行っているか、利益をため込まず社会に還元しているか、公益目的の事業比率が半分以上か、事業を行う技術的能力があるかなどなど、本気で世のため人のために活動していることを内閣府や行政庁に認定された組織なのよ。なんかよくわかんないけど、そういうのって似たような言葉のものなかったっけ？一般と公益の差は、公益性の審査にかけられているかの違いだけど、他には、一般社団法人というのがあるわね。社団法人と財団法人の違いは、人かお金かの違いで、社団法人の場合、人の集まりが法人格になるのに対して、財団法人の場合、財産そのものが法人格になるという違いがあるんだけど、まあどちらも、公益性や社会貢献を目的とした組織に違いはないわね。ふむふむ。その恩恵として、公益財団として税制上の優遇措置は受けられるものの、利益は公益に還元されるため、給与は少ない民間組織なのよ。そんな清廉潔白なはずの組織が、どうして放流なんてことを。悪いけど、私もこうした安易な放流をするのは、昔からある地元ボランティアとか、
善意で成り立っている有志のグループなどがやらかしてしまうものだと思っていたけど、社会的信用も高く、知識もあり、技術者もいるはずの公益財団法人が、なぜ迂闊な行為に及んだのか、彼らが、なぜ虹桜を放流したのか、主に3つの理由があると考えられるわ。3つの理由？理由その1、繁殖する可能性がほぼゼロ。不幸中の幸いと言うべきか、今回放流された虹桜は繁殖してないと思うわ。あ、そうなの？放流されたニジマスは、すべてメスの3倍体。3倍体とは、染色体の数が通常より多い影響で卵巣が発達しない、生殖能力のない個体のこと。通常、魚たちは成熟すると、産卵にエネルギーを使うため、親の体は痩せ細ってしまうんだけど、養殖魚だとその性質があざとなってしまい、成長すると味も劣ってしまうわ。そこで研究を重ね、ニジマス養殖では卵をお湯などにつけることで、染色体の数が多い3倍体の個体が簡単に作れると判明し、これが普及することに。もし逃げ出しても繁殖せず、身の太った良質な養殖魚が完成するわ。なるほど、それなら油断してしまうのかもね。理由その2、病気のリスクが低い。放流の問題点で見落とされがちだけど、生き物の持ち込みは病気を蔓延させるリスクもあるわ。さて、まず、アユなどに発症する致死性の病気に、冷水病というものがあり、体表が出血したり、痛々しい穴が開いたりして大量死する、恐ろしい病気があり、1987年には、徳島県の養殖場にて、琵琶湖産の稚魚から病気が確認されたものの、発覚した頃には全国へと被害が拡大し、手遅れな状態になっていたわ。そんな恐ろしい魚の病気もあるんだ。ただ、生まれてから人工的に管理された環境で飼育されていた養殖魚では、感染症を持っている可能性はかなり低く、大規模な被害につながりにくいため、バレなければ大丈夫という、魔が差した可能性があるわね。理由その3、マニュアルの誤った解釈。ん？どういうこと？県や水産庁では、こうした養殖魚の拡散や放流を防ぐため、マニュアルなどを用意しているわ。山形県では、品種誕生から日が浅く、自然界への影響の有無が分かっていないことから、生産・出荷マニュアルで、自然界に放たないよう努めるべきと定めており、一方水産庁は、ニジサクラを含む人工的に作られた魚について、当初は、国などの試験研究機関を除いて、放流しないよう容量を定めていたものの、生態系への影響が確認されなかったことから、2022年に廃止。同協会は、水産庁のこうした対応を見て。え、虹桜の放流、水産庁のリストから消えてるじゃん。それに、県のマニュアルもこれって養殖池での話だよね。ってことは、放流してもいいってことじゃん。と、問題がないイコール、放流しても OK と勝手に解釈し、放流を決行したと話しているのよ。いや、その理屈はおかしい。こうしたコメントを受け、水産庁研究指導課はブチギレ。養魚の廃止によって放流が推奨されるわけではなく、都道府県に適切な管理を求めている。虹桜の場合は県がマニュアルを定めているので、それに従って管理すべきだった。そりゃあ怒られても仕方ないよね。理由はどうあれ、こういう言い方は不適切だけど、あまりにもリスクとリターンが見合ってないわ。まあバレたら大問題だし、絶対怒られるからね。もしかすると、愛情をかけて育てた稚魚を処分するのが忍びないと感じたのかもしれないけど、繁殖しない、病気のリスクが低いとしても、1000匹も川に新たな魚が放たれた場合、食料の奪い合いが発生したり、大きくなった虹桜が在来種を捕食したりと、その個体の捕食行動などが自然環境に与える影響は無視できないわ。ですよね。これって、何かしら法的な問題があるんじゃないの？法的な問題ね。確かに生き物の放流は生態系への悪影響が懸念されるものの、放流が法律違反として認められるのは、その生き物が特定外来生物などの場合、人工的に生み出された虹桜などは第三の外来種と呼ばれており、外来種の一種ではあるものの、全ての外来種の放流が法的に裁かれるわけではなく、外来生物法において生態系や人間社会に深刻な影響のある一部の特定外来生物のみが法律で放流が禁止だと明記されているわ。それじゃあ今回は県と水産庁から怒られておしまいなんだね。ええ、ニュースでも県が同協会に対してマニュアルの遵守と再発防止を求めたのみで、口
体的な処分などは書かれておらず、県のホームページでも再放流しないようお願いが掲載されただけ。おそらく1000匹の虹桜は今後大規模な問題が起きなければ、釣り人たちに釣り上げられて何もなかったかのように活動が継続されると思うわ。そんな感じで大丈夫なの？ちなみに、仮にもっと重大で明確な違法行為が確認され認定取り消しになった場合、公益法人は公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を類似した他の公益法人に贈与する旨を会社のルールで定めているわ。公益性に反するという面で今後厳しい目が向けられるのはもちろん、公益財団法人の収入源は公益性のある事業以外にも会費収入や寄付収入などがあるため、社会貢献を期待されて寄付収入を受けていればその意思を無下にすることにもなるわ。寄付した人がいたら今頃がっくりしているだろうね。令和3年4月の内閣府の発表によると、公益法人全体の活動の中で寄付収入は約3769億円に上るため、養殖業で地域に貢献するだけでなく環境面の配慮も忘れないでほしいわね。信頼って積み上げるのは時間かかるけど失うのは一瞬だからね。ところで、僕今日初めて公益財団法人って知ったんだけど、僕も頑張ったら設立できるのかな？財団は難しくても社団法人とかなら活動次第じゃいけるんじゃないかしら。あ、それじゃあ僕やる事業を決めてるよ。みんなから寄付金集めて僕がご飯食べてる姿をネットにアップするんだ。美味しそうにご飯食べてる人を見ると幸せな気分になるって言うし、これも公益だよね。下心しかないタヌキさんに社会貢献とは何なのか道徳を100時間講義した方が良さそうね。